島探検中のカオスペです。本日は福島県の西側に位置する会津地方、その中にある昭和村という村を訪れた際の Vlog 動画です。撮影をしたのは2022年11月頃です。まず Vlog 動画に入る前に、昭和村とはどんなところなのか簡単に紹介いたします。昭和村は人口1000人ほどのとても小さな規模の村ですが、面積は東京都の立川市と八王子市を足したくらいというかなり広い面積を持っています。標高は最低標高でも千葉県の最高峰と同じくらいになるという高原地帯に位置しています。昭和村にはなんとコンビニが1軒もありません。鉄道も走っていない村ですが、2つの湿原を持つ自然豊かな村です。続いて昭和村の歴史を簡単に紹介していきます。明治22年に生まれた野尻村、大足村、こちらが昭和2年に合併し昭和村が誕生しました。その後昭和30年に人口のピークを迎えています。村の特産品である霞荘は昭和56年から栽培を始め、村おこしの一環として平成6年よりカラムシ織体験生という制度が始まりました。2000年代になってからようやく国道が冬も通行可能となり、霞荘は村の主力作物に成長。そして昨年もう一つの国道401号線も通年通行可能となりました。昭和時代の景色が残る昭和村の Vlog 動画、ぜひここからお楽しみください。
で、こうしたら1回端を踏み替えて3、3で、また通してよいしょで、トン踏み替えて、トン、トンで、また通してそしたら、トン踏み替えて、トン、はい、もう繰り返しだそれで完成ですね。Thank you.